イエスに触れるトマス。ツッチオデブ王人性に浅く。1308から1311頃。シトトマスは新約聖書に登場するイエスの使徒の一人。アラム語の原義は双子。彼に由来する男性名としても一般的に用いられている。ヨハネによる福音書では三箇所でテディ,ディモと呼ばれるトマスとして言及される。 ディディモは、双子をギリシャ語に訳したもの。ロシア正教会とその流れを組む日本、ハリストス正教会ではホマ。福音書の一部社本や外典に、ユダ・ディディモとあり、本名、ユダのあだ名とも考えられる。双子の名がなぜついたか、誰と双子なのかは不明。死とトマスに関して、新約聖書では十二使徒の一人として挙げられる他は、ヨハネによる福音書に、 以下の記述があるのみである。ヨハネによる福音書では情熱はあるがイエスの真意を理解せず少しずれている人物として描かれている。ヨハネ20時24分 -29 ではイエスが復活したという他の弟子たちの言葉を信じないが実際にイエスを見て感激し私の主、私の神と言った。またイエスの脇腹の傷に 自分の手を差し込んでその体を確かめたとも。これを西ヨーロッパでは疑い深いトマスと呼ぶ。この故事は、後世加減説に対しイエスの身体性を示す箇所としてしばしば参照された。また、トマスの言葉はイエスの神聖を称するものとして解釈された。そのような解釈では、トマスの言動はイエスが神聖、人性の二性を持つことを証ししたと解される。 聖教会では、研究を好むホマと呼び、復活最後の手術をホマの手術と呼んで、8日後にトマスがイエスにあった際の言動を記憶する。新薬外典のトマスによる福音書は、トマスの名を冠しているが、本人の作ではなく、彼を解雇とみなした集団の誰かによって書かれたものと考えられる。ヨハネによる福音書における上記。 トマスの批判的な記述は、トマスによる、福音書による教えに反論するために書かれたものであると、エレーヌ・ペーゲルスは指摘している。トマスはインドまで赴いて宣教し、そこで殉教したとされているが、史実的な裏付けはない。しかし、トマス行伝に、インドの王として記録されているグンダファルという人物が、近年発掘された、当時の貨幣によって実在していたことが判明した。 また、この時代からカイ路を通したインド貿易が行われていたため、インドに渡ったというのは全くありえない話ではないと言われている。インドでは、トマスは、トマの名で呼ばれ、トマが建てたという伝承のある教会がある。イースター後の最初の日曜日、ヨハネによる福音書11時16分、20時24分、21、2。ありがとうございます。